皆さんこんにちは、ウザーワークス一点です。はい、ということで、使い分けの解説は一通りこんな感じになります。はい、でね、せっかくなのでね、今日はジャンパードットを打つ時のちょっとしたね、綺麗に打つポイントですね。ジャンパードットのね、頭側こっち、はい、これ今さ、この湾曲の部分綺麗でしょ。よくね、こうなっちゃってるものがあるんですよ。よくなる、わかります？ここボコボコしてるじゃない、ね、裏側はさ同じなの、こんな感じでね、これさ、なんでこれが起きると思う？これ打つのは強いんじゃないのって思うけど、と思う、その場合ってさ、こうなることもあるし、こうなることもあるってことじゃん、打つのの強度の違いだとしたら、じゃなくて、こうなる場合ってね、もう必ずこうなるの。なんでだ。きっとね、このボコボコが気になってる人もいると思うんですよね。はいはい。はい。なんでしょう。何回もどんどんやっちゃう。そうすると何回もどんどんやるときとやらないときでこの差ができると思うんだけど、この差ってできないの。必ずこうなるか必ずこうなるかなの。じゃあね、このこうならない、なんでなるのかっていう原因をちょっと解説したいと思います。これね、なんで違うかっていうとね、この違いです。道具の違い、何が違うかわかる？いいやつか、いいやつじゃないか、分かる？何が違う？素材、素材、あ、違う、穴の深さ。そうだ、深さが違うのよ。どうやってやれば伝わる？これでさ、こっちの方が、穴が、穴じゃない、くぼみ、くぼみね、がさ、フラット、平らっぽいでしょ、平らだね。で、こっち見て、こっちさ、結構湾曲してるでしょ、ボコッと溝が、これさ、パッと見、これ両方売ってたとしたらさ、どっち買う？深い方。こっち買うでしょ、こっちの方がいいような気がしない？するする、なんか合ってるな、頭が、ね、頭がこっちなんかさ、浅くて、なんか作り茶ちくないって思っちゃわない？思うでしょ、これね、販売してた時期の違いなんですよ。メーカーの違いじゃなくて時期の違い。メーカーは一緒？これメーカーも何もないんだけど、まあメーカーあるのかな、あるかもしれないけど、時期なんですよ。でね、こっちのね、深い方、どっちがうまくいくと思う？こっちの方がうまくいきそうでしょ？うまくいきそう。いきそうでしょ？はい、じゃあ深い方ちょっとやってみますね。一番大きなところに入れて、ちょっとね、これね、今ね、たまたま取った皮がそんなに厚い皮じゃなかったので、実際この薄さでジャンパードットはちょっと足が長すぎるけど、まあ実験なのでね、ちょっといいですか、打っていきますよ。いい、ここで、打ってるところ影になってても別にそんな問題ない。影ですね、だってライトが向こうにあるんだもん。いいね、いくよ。土台の違いだからさ、ちょっと今見えやすいように手上に上げてやってますけど、はい、見て、はい、はい、さっきのこれと同じように四角い、四角のボコボコの模様がね、こう出てるの分かる？ちょっとライトに近づけようか、ね、ほら分かるでしょ、四角、自分たちが写ってるほら、ここボコボコしてるじゃん、分かるね、これね、ほらボコボコしてるでしょ。わかるかな、真ん中らへん、じゃあさ、こっちの浅いタイプ、はい、こっちでやってみましょう。こっちの方が さ品質悪そうな気がするよね。するするね、深い方選んじゃうでしょ、はい、いきますよ。はいはい、見て、あ、全然違う、なんともなってないでしょ、こっちツルンツルンじゃん、ちょっとライトのところで見ましょうか見にくくない、こっち、わかる、わかるよ ね、 ね、こっちボコボコしてるけどこっちツルツルでしょ、ほら、でもこれさ、販売時期の違いって言ったじゃんね。そうなの、これってさ、ダメになるものじゃないから
買い替えることってないの、まず。じゃあこっち買っちゃった人もずっとこれってこと、この本当ねってこと。私の例で言うと、もうこれはもう10年以上前に買ったもの、はい、で昔当時は全部これだったの、うん、でいつからか生徒さんに頼まれるからさ、うんうん、うちの分以外にもちょこちょこ注文するじゃないですか、うん、でいつからかねこう浅くなってたの、こうすごく、うんうんうん、でさ、まさかここに原因があると思ってないからさ、なんかさ浅くなったなって、品質悪くなったなってずっと思ってたの。え、でもそれまでは左を使ってたってことでしょ、うちも。そう、それはボコってな、うん、こういう出来になっちゃったってたのは疑問には思わなかった。ジャンパードットの頭をこの状態で使うことってあんまりないの。要は小物類とかで言うと、さっき言ったようにバネホック使うことが多いし、うんうん、ロングウォレットとかのあのジャンパードットで止める場合ってシルバーのコンチョ使ったりとかするから、うんうん、頭をこれじゃなくてコンチョにネジ止めしたりとかすることが多くて、でバッグとかにもあんまり使わないでしょ。じゃあこの状態を確認してなかったってことなんだ、うん、これは左のこのレを使ってても、まあ、ゼロだったわけじゃないんだけど、うん、なんでこんなにボコボコするのかなというのは、まあ、気にはなっていた、うんうん、けどここにさ違いがあるのは分かったんだけど、うん、なんか品質が悪くなって浅くなったのかなと思ってさ、そんな感じするよね、うん、である時注文する時にね、うん、こっちの浅いタイプじゃなくてこっちの深いタイプお願いしますって注文したんですよ、うんうん、そしたらもうこっちは旧モデルでボコボコしちゃうのが原因で、うん、今は全部こっちになってますって言われて、うん、そうなのと思ってもうそれもどれくらい前かな、 5,6 年前、もっと前かもしれない。改良されたんだね。そうなの、その違いでさ、ほら、うん、もう全然違うでしょ、うん、これ雰囲気とかっていうレベルじゃないからさ、うん、ね、これは打ち方が悪いとか上手い下手の問題じゃなくて、うん、この道具の違いでこれだけの違いが出るっていうのがもう分かってること。だから今新しく買ってる人たちはもうこういうボコボコしたことを経験することなく普通に打てているとは思うんだけど、うん、昔のこっちの深いタイプを持ってる人は多分ねずっとこっちになってると思うの。だからこれ1000円ちょっとぐらいだからさ、もうこれ一発で解消できるから、うん、ぜひね、まあ、買い替えてこっちのね、どうやってやってもつるっと綺麗な仕上がりになるようなこのオールマイティープレートっていうんだけど、これをね手に入れたらいいかなと思います。はい、ということで、うん、まあ、ちょっとしたね小ネタも挟みつつだったんですけども、はい、使い分け種類だったりとか、うん、まあ綺麗に仕上げるためのちょっとしたね、うん、コツだったりとか、なんとなく伝わりました。うんうんうん、まあ、類がまず大きく分けて2種類っていうのが、うんうんうん、そっからなんかだいぶハードルが下がった、うん、ポーンと。ああ、なるほどね。でこれね、私の今までの経験というか皆さんの環境を聞いてる上で、うん、私が把握してることとしては、うんうん、レザークラフトを自分で始めるってなったらね、ヌメ系の革とか、うん、手縫いでやりやすい革からスタートする人がほとんど、うんうん、なのでジャンパードットから入る人がすごく多いんですよ。こっちのバチンって止まるボタン、ヌメ系のハードなアイテムとか手縫いっぽいアイテムからってなるとジャンパードットからスタートする方がとても多い、うん、そうするとジャンパードットを使ってこの、まあ、台ですね、ほぼ、うん、これが手元にあるから今度小物やりだした時、名刺入れとか、うん、あと、まあ、長財布の中のポケットとかね、うん、そういう時もこのジャンパードットのボタンでいっちゃうっていう方がとても多くて、うんうん、そうするとね、革が薄いと強度が落ちるじゃない、うん、だからジャンパードットの強度に合わせて必要以上にそこの部分を厚くしてなんとかするっていう風にやってしまうことが多いような気がする、うんうんうん、だけどそうじゃなくてボタンの強度大きさに合わせて革の選択肢を変えるんじゃなくて、うん、どういう厚さでどういう革を使ってるかっていうのによって、どういう留め方をするかっていうのによってボタンのサイズだったりとかボタンの種類の使い分けっていうのが必要になってくるので、うん、無理やりボタンの方に合わせにいかない方がバランスの取れた作品が仕上がるかなと思います、はい、まあね、うちの動画
過去の動画ね、うん、バネホックの打ち方と、うんうんうん、ジャンパードットの打ち方っていうの、まあ、特にバネホックの打ち方が過去の全部の動画の中で一番再生されてる動画なんですよ、うんうん、もう3年前ぐらいに撮ったものかな、あの3年以上前でね、めちゃくちゃテンション低いやつです、ね、そうちょっと内容がひどいのねだけど一番需要があるというか求められている、うん、悩んでいるポイントだと思うので、でね、その動画の中ではね、うん、全部解説してるんですよ、うん、名称だったりとか組み合わせだったりとか、うんうん、どういうあの打ち方をするとどういう悪い影響が出るかとか、うん、それを踏まえた上での実践だったりとか、うんうん、図解全部ね1個の動画の中でまとめてるので、うん、ちょっとねボリュームがあるんですよ、うんうん、もうあの ポイントだけを知りたい、名称とかポイントだけを知りたい、うん、もしくは実践だけサクッと見たいっていう方用に分けた動画もねもう一回撮り直したいなとは思うんだよね、うん、撮り直したいね。そうだけどね、一つ理解しておいてもらいたいのは、実践だけ見ても、うん、あらゆることを想定してその手段を選んでる実践なんですよ、うんうん、皮の厚さだったりとか、うんね、なのでその実践が全ての条件に当てはまるわけじゃない、うん、だからいろんなことを理解していろんなことを踏まえた上で実践に臨んでもらうためには、その前の解説っていうのもすごく重要になってくるので、結局全部見てくださいっていうふうにはなってしまうそうね、あらゆることを説明しなきゃいけないので、すごくそうすると長くなっちゃう。そうなんだよね、うん、だけどまあちょっと今回あの触りでね、あのボタンの解説したので、まあ、過去のねそのホックの打ち方だったりとかジャンパードットの打ち方の動画もうちょっと見やすくしてもらえたらなっていうリクエストがあったら、また作り直してもいいかなと思いますので、うんうんうん、お気軽にコメントいただければと思います、それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました、ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。